LINE は TRUE、 あなたは信じる。巷に転がる投資伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。アンバサダーのトエです。皆様は何者かによって世界が裏で支配されているとしたら、どのような組織を思い浮かべますか？ロスチャイルド、フリーメイソン、イルミナティ、300人委員会、ロックフェラー、NASA、CIA。 いいのよ、そんな世界の支配者層のなんか山手宣言みたいなこと言わんで。あ、違う、一個がパーンって言ってくれたらいいよ、そんなむちゃくちゃ言ってことに潰していくやん、もう。現在ですね、地球の環境破壊はとどまることを知らず、なんと人類の 95% を削減し、地球環境を守ることを目標にした実は行動計画というのは秘密裏に存在しています、それがアジェンダ21が国際連合で採択され、巷では私たち人類は秘密裏に作成されたシナリオ通りの未来を歩んでしまっているんじゃないかと。噂聞いたことあります。もちろんアジェンダ21、実はですね、一部では秘密結社のあのフリーメイソンや世界最大の資産を保有するとされている大富豪ロスチャイルドなど、裏で世界を操る黒幕と呼ばれている団体は確実に存在しているというふうにまあ言われていますよね。まあね、アジェンダ21の目玉政策リーブ21とか結構成功してますよね。いやもうそれ削減どころか増やしてる方やから。それはそう、うまいっすね。こんな的確なツッコミさすな序盤で。しかし世界規模ではなく、なんと現代における日本にも裏で支配している黒幕とされるような存在がいるんです。はい、ではその存在と一体誰のことなのか。もしかしたら僕たち私たちが気づいていないだけで身近なところに潜んでいるかもしれません。1400年続く日本最大氏族、皆さんの周りに佐藤とか斉藤とかいう名字の方いませんか？ああ、GG 佐藤とか斉藤勇樹とか。いや、なんでその野球で例えるの、いつも。あ、違う。まあ、もしかしたら佐藤、斉藤ご自身かもしれないね、今見てね。まあね、実はその名字の方々は歴史の教科書にも出てくるほどの有名人の子孫かもしれません。ではその有名人とは一体誰なのか、はい、というと、飛鳥時代に政治家であり貴族でもあった中富の鎌足、別名藤原の鎌足ですよね。はいはい、まず、もしくは、生ゴミの塊って言われてましたね。それほんま小学生のネタなのよ。俺も言ったもん、それいちいちね、今間を止めてまで言う補足じゃないんですよ。そうですか、失礼しました。気をつけてください。はい、はい、まず日本では歴史的な遺物の中で現存する棺や装飾が一緒に入れられているものの違いから、古代より身分制度が存在したというふうに今推測されているんですね。そして身分制度が確立するにつれて、社会的に高い身分である家系と言われる氏族の名家が誕生したというふうに言われています。お、はい、藤原氏も飛鳥時代には名家であり、なんとおよそ1400年も遡ることができるんですって、すごいよね。すごい。そして藤原の鎌足はですね、後の天皇となる中野大江の王子、これも習いますね、天皇中心の政治を行うため天皇家よりも大きな権力を持っていたとされる蘇我氏を滅ぼす反乱を起こしたんですね。そう、イルカとかをね。はい、イルカとかね、うん、つまり藤原氏が1400年もわたって繁栄した理由っていうのは、たった一度のクーデターだったということなんです。すごいやん。じゃあ藤原氏は具体的になぜ日本の最大氏族として名家とされたのでしょうか？それは藤原氏のズバ抜けた洞察力によって行われた政治、全てが細やかに計算し尽くされたかのような完璧に作り込まれた体制にあったというふうに言われているのって。美味しいお菓子を作れたわけじゃないんですね。どういうことですか？メーカーだから。そのメーカーとは違うんですよね。違うんや、はい、とてもちょっと大学を出たと思えない学のね、発言でしたけど、仕方ないね、はい、気をつけてください、はい、まず当時貴族として権力を握っていた藤原氏は、現在の奈良県、当時ではその最先端の本格的な都市である藤原京、聞いたことあります？あります、あります、はい、中央の朱雀王子を軸として右京と左京に分かれる長方形の都市平城京といった歴史に名を刻む5番の目城の大都市を作ったというふうに言われてるんですね。また藤原氏は自分のですね、娘を天皇と結婚するに仕向けるんですよ。ちょっと政略的なものもあるんです ね。で、天皇の妻である皇后にすることによって、生まれた孫を天皇に、まあ、するわけね。で、親戚関係になることに、まあ、成功したというふうに言われています。賢いよね、はい、そして天皇が子供や女性の時は代わりに政治を行う役職である摂政というのがあるんだけども、成人後の天皇を側近でサポートする役職である関白を一族で担うという摂関政治と呼ばれる手法で、見事に政治の実権を握っていたそうなんです。そうですね、はい、さらに貴族出身であった藤原氏の子孫の中でも、特に近衛家、
九条家、二条家、一条家、高塚佐家は御設家と呼ばれ、代々天皇を補佐する役職は御設家から選出されるようになっているという仕組みです。まあね、はい、まあ、実際東映家もね結構摂関ありましたから、あの叩いて叱る摂関ではないですよ。違うんですか。あの余談ですけども、あのセーラームーンのセーラーマーズの決め台詞は火星に代わって摂関よなんで、子供の中にドキドキした記憶があります。それは摂関政治ですね、はい、天皇と密接な関係を続けていられるようにすることで、うん、一族繁栄の未来を徹底的に見据えていたというふうに言われているそうです、はいはいはい、そして西園寺家や笠野院家など現代に至るまで名家と呼ばれている家系はですね、ほとんどと言っていいほど藤原氏が始祖であったというふうに言われているほか、はい、佐藤や斎藤、内藤、安藤、伊藤、工藤、後藤などその祖先は藤原氏ということなんですね。でこのようなことから驚異的な手腕で政治の実権を握った藤原氏の血筋は途絶えることなく、うん、1400年経った現在でも日本全国に分布していますよね。最大氏族というふうに言われています。そしてもしかすると実質日本を支配していると言っても過言ではないのではないかという噂が存在しているんです。我々は藤原一族に支配されてるんですか。まあ、聞いてください。えい、並外れた名家の真実。実はですね、近代の日本におきまして藤原氏を継承する家系である御設家はですね、様々な形で大きな権力を握っていたというふうに言われています。まず太平洋戦争以前に3度にわたって内閣総理大臣を務め上げ、当時の国民から圧倒的な支持を得ていた近衛文麿、はい、一条家や九条家からは天皇皇后や政治家、実業家など数多く輩出されてるんですって。たまたまその名字の人が成功しているとは思えないよね。いやすごいっすね。そう、絶対これはそういう風に仕組まれていってこうなってるって思えるよね。そして第79代内閣総理大臣の細川守博氏は母親が近衛家出身で、弟は近衛家を継いでおり、現在まで途絶えることなく継承されているそうです。すごいな。また1853年以降、近代的で強い日本を作るという目的を果たすために、はい、現在の山口県に位置した長州藩が中心となり、明治維新と呼ばれる新しい政府の立ち上げのために改革が行われましたよね。はい、山口県ってなんか言いますよね、うん、その総理大臣をすごい産んでるという。そう、まあ、その辺でちょっと深掘りしすぎると消されそうなんで、確かにちょっとごまかしておきます。そうですね、まあ、興味ある方は調べてみてください。ちょっと後で触れますけどね。そして明治維新が行われた際には多くの土地を所有していた大名と貴族、大名の元に使える武士、庶民という順で新しい身分制度が作られました。はいはい。実はこの身分制度において御設家は江戸幕府を治めていた徳川家や明治政府の中枢に入った武士たちと並んで公爵という最も位の高い地位を与えられてるんですね。うん、まあそれはね身内やもんね、はい、そうで、さらに勢力を増したというふうに言われてるんですけど、そしてこの駅は日本最大規模の病院グループの現会長、高塚佐家と九条家は日本を代表する神社の宮司、二条家は神官や実用家、一条家では弁護士など日本のあらゆる分野において力を持ち続けているというふうに言われています。すごいな、ね、しかし実はこれほどまでにとんでもない力を持てば日本政府のトップとも言える存在をですね、裏で決めることできんちゃうの。じゃあ御設家会議みたいなの決めてるかもしれないね。そう、もうワンピースのね五老星みたいなもんですよね。確かに。そういう噂があると。権威の裏にある藤原家の影。まず日本の政界のトップといえば、それはね岸田さんというか、そう、内閣総理大臣ですよね。明治時代から内閣総理大臣は代々受け継がれていまして、現代のその岸田さんは100代目に当たるんですよね。また内閣総理大臣の中には一度だけではなく複数回にわたってその席に就いた人物も存在しているため、内閣総理大臣を務めた人は総勢64名になるんですね。でさっき東役に言ってくれた山口県出身が多いっていうのは調べたらわかります。うん、はい、まず初代内閣総理大臣で知られ4度にわたって政権を握った伊藤博文ね、はいはいはい、安倍晋三元首相の祖父にあたる岸信介、太平洋戦争後の沖縄返還を成し遂げた佐藤栄作氏、はい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 、そして日本の政界史上最長の在籍日数を誇る安倍晋三さんなど、うん、山口県から合わせても8人出てるんですね。すごいですね。8分の1ですからね、はい、これほんとね、さらに偏りが実はあるんですけどね。ほう、ちょっと興味ある方調べてみてください。もうちょっと僕らの口からもうこれ以上言いません。で、この8人という数字はですね、47都道府県の中でも一番トップなんですね。へー、はい、で、2番目に多いのが東京都なんです。はい、5人なんで。東京はね、人口多いからね。そう、人口の比率と比べても異常なまでに多いんですよ、山口は。確かに。はい、なんで山口が多いかと
うん、表向きにはですね、一応山口県に住んでる人々の義理人情に厚く、血縁や先輩後輩の関係を大切にするといった県民性が政治向きであるからではないかというふうに言われています。果たして県民性だけで内閣総理大臣のような日本の頂点に立つ人物を異常なほど世に送ることができるんでしょうか。もしかしてフグ、それも欲しいですけどね、下関のね、うん。そしてですね、江戸から明治へと時代が変わるとき、江戸幕府を倒すことに協力したと言われているその長州藩は、はい、現在の山口県に位置しております。そうですね、はい。そのため山口県は日本の歴史に関わる人物の子孫が多いというふうに言われています。歴史を動かした人物は必然的に大きな権力を持ちますよね。藤原氏の子孫と関係を持つことになり、うん、藤原氏の子孫によって、まあ、首相が選ばれているのかもしれないという裏の噂がありますよね。なるほど。さらに上理政という古代から中世後期にかけて行われた五番の目城の土地を整備する計画は藤原氏が先頭に立って行っていたというふうに言われています。うーん、藤原氏を子孫には一条家や三条家、九条家が存在していることから、名字の文字を取って地名に城を用いたという話がある。はいはいはい、はい、南城とか言いますもんね、地名ね、まあ、実際ね、京都はね、四条とかね、たくさんありますから。そうです。で、現在でも全国各地には城のつく地名がおよそ300箇所存在しているというふうに言われています。そんなあるんや、はい。このことから藤原氏の子孫は現在でも日本を動かすほどの力を持っていて、全国各地に分散してるんじゃないかというふうに言われてるんだって。なるほどね。そして実は日本社会の裏側では、藤原氏の末裔ととある秘密結社によって、うん、まあ、僕たちの知られざる戦いが、まあ、何世紀にわたって繰り広げられているそうなんです。ほう。知られざる裏日本の秘密。日本の裏社会を支配していると言われているのがこちらの組織です。まあ、ヤタですね。ヤタガラス。うん。世界最古の秘密結社と言われているヤタガラスは、天皇家の祭事を行っていた天皇の超側近、うん、鴨氏を中心として結成されたというふうに言われていると。はい。実はですね、そのヤタガラスの結成の本当の理由は、うん、藤原氏にあったというふうに言われていまして、うん、当時実権政権を握るほどの大きな権力を持った藤原氏の対抗勢力となるためにできた秘密結社だった可能性が出てくると。ヤタガラスは陰陽道と呼ばれる古代中国で成立した戦術を日本で独自に発展させて、はい、天皇にアドバイスすることで天皇を裏で操っていたというふうにされていまして、うんうんうん、日本の裏天皇という異名を持っていたというふうに言われます。そうですね、はい。日本で武士の時代が始まり、江戸幕府以降の政府が陰陽道に頼らなくなったことで、ヤタガラスは、まあ、衰退したかに思いましたが、はい、しかし実際は民間で信仰され続け、調子の悪い時には針や灸を使う、まあ、神灸、幸運を呼び込もうとする学問である風水が日本社会で広く定着したというふうに言われています。まあ、ちょっと気にしますよね、はい。最終的には明治政府により、陰陽道は迷信であるから、まあ、信仰してはいけないよっていう内容のですね、転写禁止令っていうのが発令されたんですけども、そのことによってヤタガラスは廃れていったよってことらしいんです。そしてこの一連の出来事は、飛鳥時代から政権の実権を握っていた藤原氏と鴨氏率いるヤタガラスにおける裏日本での戦いの一幕だったのではないかというふうに言われている。なるほど、はい。実際に陰陽道が現代の日本においてあまり定着していないのは、うん、明治政府により発令された転写禁止令が原因だと考えられます。でこのようなことから、日本の裏社会を本当に支配しているのは秘密結社でも闇の組織でもなく、たった一度のクーデターから始まった1400年続く名家である藤原氏の子孫であり、まあ、僕たちの身近なところで今も日本を裏で動かしているのかもしれません。怖いっすね。もう短すぎて、そう、ロシチャイルドとかさ、遠い外国の人みたいなことありますけど、この辺の人たちって結構もう隣や、そうっすよね、いう感覚じゃないですか、もう、うん。実際京都とかもやっぱ1条2条3条4条とかね、いっぱいあるから、うん、そこにヤタガラスの上賀茂神社がしかもあるも、うん、なかなか因縁を感じますよね。因縁感じますね、これね。でもそれ聞いて僕やっぱね、一番最初に今支配されてるんじゃないかって思ったんですよね、うん。それが佐藤輝明って言いまして、はいはい、今後の阪神の行く末を担っている人物なんですけども、うんうんうん、阪神の行く末も佐藤家にかかってるんかもしらんなっていう、うん。あ、そうですか。本日の鳥肌スコアは1400年、長いね。本日の鳥肌ポイントは、王様ゲームって小池さん読んでました？読んでは流行ってん小説で、はい、その王位名字の人をなんか消していくみたいな話ね、はいはいはい。それをなんか思うと、こういう設定とかを読んだ上でしてたかなってことなんかちょっと改めて思ってゾッとしましたね。ゾッとするね、それはね。それでは See you。 何の話だったの最後？
天才アインシュタインがですね、世界終末の警告を実はしていることを皆さんご存知でしょうか。ある生物が滅亡することにより人類はたったの4年しか生き残れず、最終的には滅亡するというふうに言われてるんですけど、世界の農地の 35% ものその収穫量が低下するんだって。実はすでに世界から姿を消し始めてるかもしれないそうです。2022年は前例のない飢餓の年とも言われているぐらいにこの食糧危機が起こっています。アインシュタインが残した警告の一つはもうすでに実現しつつあるのかもしれません。そしてアインシュタインが残した世界終末の姿もう一個あるんですよ。第3次世界大戦についてはわかりませんが、第4次世界大戦ならわかります。